はい、今回ですけども、おけまさが明治の誕生日に何もしてなかったんで、俺がたまにおごりますよみたいなことを言い出して、どうせやったら、ヒカルさんとかマエさんとかも来てくださいよみたいな感じで、焼肉に来たっていう。で、今日はもうおけまさのおごりってことやろ。そうです。もう全部。うわぁ、マジで全部。明治の誕生日ですけど、まあいつもやっぱお世話になってるんです。なんでおらんすか、まあ、好きに食べてるわけやろ。そうです。もう一回も言ってください。まあ言って知ればいいんで。ただ、ささげさんもおるけど大丈夫。僕呼ばれてないけど勝手に来たってじゃあお前佐々木さんだから入社の時にロケバスおらへんかったら休みましょう。まあいいんだよ。あ、全然食べてください。え、いいんすか。もちろん。じゃあ頼みますか。ちょっとじゃあ箸つかるくす一つ飲むんや。逆に飲まへんのこの前髪で。それで飲まへんじゃん。じゃあ俺もカシスオレンジ食べます。あります。これ大学生だ。嬉しゅのソダ割り。どうけさんは運転するか。マジですか。もう飲むしかないよな。カジーネーブルお願いします。俺と変わんないけど。名人誕生日やから一番ガーッったら付き合うだけ。うわ、特選おすすめ3点盛り。上ネギ端子おで。特選ハラミ2で。特上カルビのタレを1。ユッケをおで。特選ヒレ1つ。特選リブロース1つ。あと韓国海苔を5つ。どんなみたいな。あります。トントロを2つ。あとライスの大。ライス大1つ。あと中ライス1つ。タコキムチ1つお願いします。さっぱりごま塩サラダ1つ。チャンジャー2つ。あとチャプチェ1つ。とりあえずそんなところで。ロケマス残ってもらうことなんてあんまり俺ないから。あんまないね。過去ないんじゃない。あっても1回とか2回も忘れとるレベルで。この5人で焼肉来ることもしかして初めて。初めてじゃない。前はロケマスちょうどおらんかったよね。まあ5人で飯行ったら鍋あったけど。明治の誕生日。あ、ほんとだ。あ、プライベートでした。牛牛も行ったんですよ。あ、牛牛も行った。あと、前さんがネクステ受けて本音を喋りますみたいな。ありましたよ。前さんちょっと本音喋ってみてよ、一回。え、今の髪型についての本音。急に書いたやつか。動画にせずにずって書いたから、視聴者からしたらあれやんよ、前さん髪型変わってないかってなるんだけど。本音よくなる、これね。よかったよ、これにして。前さんが脱毛したわけ。ここ脱毛したんですよ、本当に。本物なかったもんね。期待脱毛。でも終わったね、脱毛2回目、これで。あとなんか3回行ったら完全に終了するけど。入ってきてないんですか。入ってきてない。お待たせいたしました。カシスオレンジ。ありがとうございます。これ最高です。これめっちゃうまい。何かって言ったらカルピスの原液。カルピス好きな人からしたら最高に。ロケマさんに温度取ってもらって。これですか。ロケマさんオールやから。明治の誕生日から2週間以上経ってますけど、改めて明治の誕生日おめでとうございます。乾杯。乾杯。おめでとう。明治おめでとう。明治祝われまくりやん。確かにやばいね、今年の誕生日。同じ人にこんな言われるの。あれ何回言われたんだから言われちゃう。うまっ。うまっ。いただきます。いただきます。あ、うまい。これうまっ。何も食ってなかったから最高やね。じゃあさっきの本音の続きして。まだあるんや。脱毛してそこからずっと髪型変えへんかった。社内でその話してた時にヒカルは結局お前それしたけど何も変わってへんやん。その一言がきっかけやった。あ、脱毛したけど前髪下ろしてたら意味ないじゃないか。そうそうそう。結局見えへんかった。それ下やったのみたいな。まあそりゃそうやろな。だからリアルに意味なかった。だからせっかくやろうみたいな。一回上げたら楽やから。まあ楽やったな。めっちゃ重かったから。やっぱりロケマスクめっちゃ重いやん。重いっすよ。前髪重量級ですから。上にもちょっと今日違うな。鬼滅の義勇みたいな感じ。似合ってます。もう全然似合っとる。うまっ。今日めっちゃ食えそう。いつも通りでも見てもらって全然いいんすよ。もうなんか今日だけ特別に大食いですよ。そういうつもりはない別に。それはまあ様々普通にお腹空いとる時やったから。ああ、なるほど。俺も結構比較的に空いとるわ。ロケマサって友達と行く時にどっか基本おごるタイプ。割り勘っすね。あ、でもよく飯行くやつは俺の仕事を知ってるわけじゃないですか。だから出せよみたいなオール出してくださいよね。俺人生で割り勘ってあんましたことない。中学高校の時から割り勘っていう文化が俺の中になかった。どうしたの。自分が出すか出させるか。そもそも割り勘っていうの俺割に合わんと思ってんの。俺食べる量少ないから。俺の周りって根本的に喧嘩強いやつ多かったんですよ。喧嘩強いやつ大体食うんやん。めっちゃだから食べる量が2倍3倍違うのに割り勘って割に合わんやん。だからそうやったらもう全部出した方がいいなっていう。割り勘って向こうにもいいことしたぞって思わせて、それが嫌やん。優越感だけは取っときたいなみたいな。昔から金銭面の感覚値は変わってないの。光る場合覚えとるのは小学生ぐらいの時に遊戯王カードが当時第3弾が出たばっかりだったら、まだレッドアイズの段ドラゴンの秘宝とかが当たる時、ほんまの昔に小遣い与えられて、毎日3とかやったら小遣いのうちちょっと残して俺も全部使っちゃうタイプ。いつの時も変わってないね、あんまり昔から。ロケマスとかあるそういうの。金持ちやから元が。全部買ってもらったわけやで。そうっすね。欲しいものを言ったらやっぱ親父が買ってくれてました、ね、それやばいわ。便利や。で俺の母親が毎回怒るんですよ、やっぱ親父に。まあ、便利やわな、そういう親おったらな。ゲームするやつからしたらさ、新しいゲーム欲しかったのに全部買えるって強いよ。最強や。俺らの場合はだからゲーム買ったら打って買って打って買って、人気のゲームって打っても高いやん。5000円で買って4000円とか取れるやんか。それを繰り返そうと
ったの。で家にゲーム残っていかへんで。それきつくないですか。確かに懐かしいやつやりたくなってもまた買わない感じ。名人は。いや僕はある程度は買ってもらえてました。めちゃくちゃ高いもんとか無理ですけど、ゲーム1本とかなら買ってもらえるって感じです。名人でもなんかゲームの種類少なそう。一つのやつをずっと遊ぶタイプっぽい。名人とゲームではあんま話合わないですね。小学生の頃パワープロの10をもうずっとやってました。永遠にやってました。コールオブデューティーか。そのレベル。高校の時はそうです。でもほんま一本をめちゃくちゃ長くやるんで。小学校の時何やっとったんだ。パワープロス。マイライフ永遠にやってました。マイライフ。小学生で。マイライフってプロ野球入ってからのあれやからな。まあ、おもろいけど。普通はどっちかって言ったら、まあ、高校野球楽しみ。サクセスとか。うん、でも当時のやつがマイライフ早送りできなかったんで、1年ずっとやってました。やばいな。一人で。はい。パワープロな科目やな。俺の場合はもうめっちゃ手当たりしたゲームやりたいから。これ1週間のうちに新しいゲーム5個とかやっとったタイプ。クリアして飽きた瞬間も次行くみたいな。全然戦勝っても行くみたいな。あ、でもちょっと分かります。俺もそうでしたよ。俺が当時これをハマったっていうゲーム、多分ほぼみんな知らんゲーム、マジカルバケーションっていうゲーム。めっちゃおもろい。あれ結構名作で誰に言っても分からんってやるけど、マジカルバケーションの名作プレイすごかったけど、もう今なんか姿勢オッケーのゲームはほとんど出へん。で昔だったらさ、ゲームが行くのが楽しかったよ。何が出たんやろみたいな。今ってさ1年間行かんかったらほとんど変わってないやん。そうっすね。ビビるもん普通に。この全然変わってないよね。アプリばっかりやん。やっぱアプリの方が儲かるから。それだと悲しいよな。もう最近一つやりたいゲームあって、あと全員でやりたいゲームって FFCC ファイナルファンタジー VII クロニクルのリマスターで、これやろうよ帰ってから。やめろやめろ。俺 FF 誰も言ってないんですけど、フォーティーンあるじゃないですか。オンラインやってるんですよ。え？あマジ？はい、やっと今。これあれテストプレイの時やったんで。確か俺やってた。前さんと。前さんと。やんのか。もう YouTube やっとったぐらいだっけあれ。やっとで昔。ハマりすぎるからやめたもん。確かにそうっすね。結構ガチでやり込んだ。でも結構ガチでやり込んだ。いつなんやり出したの？去年の4月とかに。俺ゲームをする友達がいるんです。その人が、まあ、俺ドラクエやってたじゃないですか昔から。その人が FF をやろうよみたいな誘ってきたんですよ。でその人に誘われてやり出して。で、結構今高難易度コンテンツってあるんで、一番難しい、はい、もうそうクリアしたんですよ。週刊に毎週週刊にしますから、ちゃんと結構やっとん、未だに今は結構やることなくなっちゃって止まってるんですよ。でもロケモンドラクエ10めっちゃ極めやばかった当時。まあそんな日もあるんだ。いや、ちょいちょいちょい、おい、やばい。いやいやいや、発覚が近い。一番やったのはコロナの時ですよ。でも発覚や、まあ、コロナの時にやってて、まあ今もこんなやっぱり最強の武器集めみたいな終わっとん。まあでも最強の武器って言っても決まってるんで、あれ職業なんだ。タンク、DPS、ヒーラーってやる。攻撃する、回復する、壁になる役。俺壁になる役なんですよ。何それなんかっこいいじゃん。どこがやねん。いや、失礼やん。ファイナルファンタジーフリースタイルクロニクル、当時初代はキューブで出てる。多分ロコマスター知らんと思う。キューブ知らんやん。知らんやん。知らんやん。ジェルダ。それ全然違うやん。今だからファイナルファンタジーフリースタイルクロニクルで話しとるんやけどな。あれがセルキーとかな、懐かしいな。トラバット、セルキー、ビルキー、ユーク、4種族おって革命的やったもん当時。4人でできるゲームなかったよ。いや、それないんだよな。スイッチ。ああ、スイッチか。で、1人種族選んで1つアクション RPG だけど、当時のシステムそのままやったら、当時すごかったシステムが4人で競争が起きるわけ。要は1つのステージをクリアした時にミッションがあって、ミッションをちゃんと一番クリアしとったやつがクリア後にアーティファクトっていうのもらえるんやけど、順番に取れる権利をもらえるわけ。最初にいいのだから4人でやると強力なんやけど争い要素もあって、革命的やった。マジであのシステム、あ、今もあるんか分からんけど、当時なんか俺だってオンライン環境なかったよ。昔の俺らが小学生中学生の時ってオンラインゲームするのめっちゃ難くて、モデルアダプターみたいなのがいって、プラスそっからめちゃくちゃ面倒くさい気がするんで、そこ高いみたいな。俺らがオンライン開通したの小学生ぐらいの時、中学生オンライン開通したら死ぬほど強くなったから。オフラインとオンラインで対応できるゲームで、ファンタジースターオンラインってゲームがあって、ありましたね。その初代がキューブ、もっと初代はプレイしてないけど、一番売れたやつがキューブで何とか大賞取ったやつがあって、それオフラインでできてオンラインでできる。で俺らオフラインだけでやっとった。でオフラインだけやったら強いアイテム手に入れるめっちゃむずい。500時間とかやっても最強のアイテム1つ設定に入れへんみたいなレベルでむずいわけ。これオンラインつないで1時間で最強のアイテム20個ぐらい持ったから。当時オンラインで俺もよくわからないけど、すごいやつがおって、バラマキおじさんみたいなのおって、ルームがいっぱいね、オンライン今からバラマくよみたいなタイトルで、なんかこれ入ってみようと思ったら、プレイヤーが俺の上に3人おってワクワクみたいな人で、おじさんがじゃあ時間が来たから今から鬼ごっこスタートだよって言って走り出しながらレアアイテム落としていくやつ。いやこれマジや、死ぬほど持っとって。いやまあ強いやつ、めちゃくちゃ強いやつ。それもで多分シートができたり、当時言ったらアイテムのコピーとかできて、コピーしたアイテムバラマくやん、鬼ほど強い。ほんまにもうそれ持って帰ってオフライン出てたけど、破壊力半端なかったよマジで。別世界で今までダメージ200出たら良かったところが2000とかで環境崩壊したもんな。革命や。やっぱゲームの中に言うんすね、そういうルオーみたいな人。今のことチートってなくなったやつ、うん、昔めっちゃやばかったよ。モンスターハンターも改造したやつおったもん当時。あー、いましたね。 PSP やったっけ、うん、俺の同級生に藤岡拓也ってやつおって、藤岡ね、藤岡ってやつおって、おとんが死ぬほどエロ本持っとって、それで学校で問題だったっていうぐらいやばい、もう書きてる。何の問題やった。小学校の横にあるのに、小学校歩いて1分とかなくて、藤岡の家のタワーにエロ本が大量してやるとって。これ誰や誰やって。で絶対
それ藤田君の家やろって言って、藤田君がいやいや、ないないないって言って、お前の家見させろみたいな。倉庫行ったら死ぬことって言ってる。ビビるが出てくる。その親父の、そう、まあ、そういうやつが起きたけど、そいつが中途半端にパソコンいじれるやつやった。当時ってさ、パソコンって身近になかったからいじれへんやん、みんな。そいつがモーターンダの武器強くするとかっていうチートあったやんか。アイル強くするってチート使っとって。あったあった。マジで俺ラージャンをさ、アイルをワンパンで落とすやん。めっちゃ強くて、アイデアそれやってもらったんだ。俺それラージャン借りまくったもん。俺もでもポケモンでよくやってましたけど、マスターボルトは999とか思んなくなるよな。そうなんですよ、ね、当時ポケモンって100レベル4とかってあった。グリーン版とかレッドとか懐かしいよな。育て屋おじさんのところに道具の14番目ぐらいでセレクトボタンを押して預けたら、戦闘した瞬間レベル100になったみたいな。あれ何なんだろう、見つけたら天才じゃない。マジで見えた双方とかもあって、鉄板みたいなのが出て、うん、結局浮かべるみたいな。本物の身は結局手に入らへんみたいな、うん、僕ビュー持ってますよ。え、本物ですか。誰かからトレードでもらった。スイミング行ってる友達からトレードでもらいました。俺もセリフもらったことない。で、俺に奪ってるやつ。いや、嬉しかったです。これでポケモンバスターに一歩近づいたなって。ミュー弱いっすよ。弱い。今は知らんけど、当時はミュー弱い。中間まで。ミューがやっぱ強いね。私はポケモンとかやる。ポケモンやってた。意外だな。ポケモンやってないやつ。おる。でもやらずに人生取っててってどんなやつなんだよ。メディアとかある。あ、もうあります。これやっぱり。ポケモンってこの5人が5人別の環境でやってるやったわけさ。遊戯王もやったことないやつおらんのじゃん。あんまり一回もないっていうの。ビビるやつ。子供の時何してたって感じですもんね。絶対一度は岩石で興味入れるやん、デッキに。でもあいつ攻撃力1300あって、グラビティバインドを通る星3っていう貴重なんやつ。僕デジモンとかもめちゃめちゃやってました。やっとった。電池をめちゃ何回もピピピってやってやっとった。メタルフレームを一緒に作るみたいなのもやってましたよ。え、裏出す、裏出す。やっとった俺たまごっちデジモン夏休み。デジモンワールドと髪毛やってました。デジモンワールドやる。エレベーターの時に裏バッタっすよ。三角ボタン押す。そうそうそう、三角ボタン押しっぱなしにしたらデジモンが出てきて、死ぬほどアイテム。メタレデモンとか、そう、金の大でくれるっていう。懐かしい。いや、ぶっちゃけ俺は遊戯王ポケモンよりデジモン入った。いや、もう俺もそうや。でもデジモンの見せたところ、商売に失敗して、うん、デジモンってカードゲームこけます、ゲームこけます。アニメの人気は圧倒的だった。時ポケモンとかよりも人気だったもん、当時。感動したもん。でもデジモンって成立が早くすぎて聞いてったやん。サモンワールドめっちゃやり込んだもん。懐かしいな。遊戯王もめっちゃやったし、デジモンもやったし、あとデュエマス。デュエマスいいっすね。俺はデュエマスって思ったもん、俺らの方は。オルメテウスドラゴンとか当時出た時めっちゃ強いんちゃうかと思ったけど、全然弱かったもん。あんな出される前に俺のアストラリーグのヘルダドローコンボでクリスタルランサーで芝居取ったもんね。シートデッキよくそんな覚えてますね。俺マジですごかったよ。あの俺もう小学生の時に世界大会と同じデッキ取ったよ。アドリブで自分で買って。俺当時小学生の頃って普通さ、火とか自然とかさ、闇とか好きやん。ああそうですね。でブロッカー能力、光水って人気ないやん。あった時でも光ね、やっぱ白鵬が取ったから。水って牛次郎やから手出せんやん。ジョージなんかもう一人赤ちゃんみたいなやつ。そうそう、漫画やったら誰も手出せないけど、俺水が一番好きやって。水で当時ダーリンだけどアクアガードっていう種族が出てきて、そのアクアガードの進化系のクリスタルパラディン、クリスタルランサーズが出てきて、そいつら全員を手に入れて、その後に第4弾ぐらいでマリンフラワーっていう、やばいそれ、そうやつ出てきた。そいつの進化系にアストラリーブっていう基地がやんやけど、当時小学生はその性能に気づかない。どういう効果かって言ったら、マリンフラワーっていうのは1マナで初手のターンでビルド出せるブロッカーの2000なんで、これやってたら普通はこいつらで脅威になれないけど、このアストラリーブっていうのはマジの脅威で、デュエマスって同じカード4枚入れるわけよ、デッキ。だからマリンフラワー4枚、アストラリーブ4枚入れとったら、大半初手でこの2枚がカード揃うわけ。そしたら何が起こるか、初手でマリンフラワー出します。で、相手1ターン目多分ほぼ何もしてきません。2ターン目でアストラリーグコスト2やから進化できるわ、その場で。進化した瞬間何が起こるかしたら、スピードバッカーになって進化したら召喚用意せんから、敵に攻撃できるわけ、一発目からね。で、相手のブロック1枚削ってプラスアルファでカード3枚取ろう。マジで当時この強さに小学生気づかんわ、うん、大人やったら気づかんだめ。だってかっこよくないもん別に。カードいっぱい引くことがアドバンテージっていうのを小学生気づかん。気づかん。要は当時の俺は選択肢が増えるイコールアドバンテージだと思ってたから、これ強すぎるやろと思ってたけど、誰も気づかんわ。で、俺3枚引くやん、2ターン目で。あえて2ターン目でなんか1人出してくれんか。こっち手札3枚引くやん。次3ターン目俺何がやるかしたら、2つ選択があって、当時も最強と言われたブロッカーのアングラークラスターって残ってんの。めっちゃ強い。当時コスト3で、そいつ水単色デッキの場合ブロック能力が何でか分からんけど6000になるっていう。コスト3で6000のブロックってありえん。もう当時それ突破できんわ。当時突破しようと思ったら6ターンぐらいかかるわけ。6ターンの間には俺もう手札死ぬほど持っとわけ。で、もう1つの選択がストリーミングシェイバーっていう、これも水単色の時に力発するんだけど、これがマジの怪物カードで、ストリーミングシェイバーって使ったら山札の上からカード4枚めくれ。4枚めくって水カードやったら全部手に札に加えるっていうカード。要はカード4枚ドロするわけ。だから3ターン目でカードもう7枚増えたやばくない。ありえへん、ちょっといかないでっていうデッキやったの、俺のデッキって。だから相手にシールド1枚も削られずに一方的に敵を芝居ていくっていう。やば、負けなしマジで。友達何人だったら負けみたいな、超最強デッキみたいな。で、それ俺作りとって、コロコロコミックでデュエマの大会、日本大会行われましたんで、優勝者の敵公開しますって俺と同じデッキやったの。すごいだな、ほんまに。で、その日から初代の制限カードにかかったのが、俺ができるカードが全部制限カードだったやん。やばっ。それで俺やめたい。もうなんだって、
アストラリフ制限カード入ってて、ストリーミングシェイバーも全部制限カード入られてる、そのやる気なかったんで、みんなバロムとか使ったの、バロムとかボルメデウスとか、かっこよかったもん、バロムかっこいいやん、これもでもそっち系ですけど、ホストでかいの入れとけば大丈夫みたいな、めっちゃ詰め込んでました、そう、俺そういうバカをカモにボコボコにしてるのそれよう覚えとった、これこんなけカードの名前まで覚えとんの、記録がすごいな、当時それ光が最強あって、俺らの近くの清水にサティっていうのがあって、遊戯王で一番強かった時にさ戦いにとった、俺も遊戯王は地元で最強じゃなくて、つながるとも地元最強の人おるやん、あーいます、ね、まあ、それが遊戯王バージョンで、マジの地元最強やったら負けなし、香港票も完封しますみたいなのが強かったけど、街に行ったわけよ、まあデュエルスペースがあったから、店長がこの人ね大会出てる人なんですよみたいな言ったら、やってみたらどうみたいな、俺はもう言って大人やけど、言っちゃ悪いけどレベルが違うよみたいな思ったんで、中学生ぐらいの時戦って8000ライフポイント1ポイント減らせずにボッコボコやばかったの、ボッコボコにされたの、マジのボコボコだった、ほんまにビビったもん俺、マジで衝撃走ったの、今の覚えとも相手が受けてる、俺が一番イラついた言葉じゃあ俺が攻撃力でじゃあ総合6000でライフ使ってた時に、向こうがやってたのはトラップカードチェーン和睦チェーン和睦っていうのはの意味わからないんだけど、俺からしたら和睦の下っていうので、そのターンダメージを受けませんみたいな、やばかったな当時、マジでチェーンっていう概念は知らんかった、そうトラップってチェーン1チェーン2とかで処理されていくんだけど、そんなの知らんから僕もサイクロンでトラップカード消し取ったらこれらのルールやったら、でもそれ無理だよ、サイクロンで速攻魔法だから遅いわけ、でもそんなの知らんから、そいつも全部進出しとって速攻で負けたもんね、3回ぐらいで3回で負けた、チェーン和睦そっから地元帰って和睦の下かき集めてい, ろんなやつ言って、お前ちょっとギラカード見せてくれって、和睦の下なんかみんな死にカードだと思ったから誰も入れてへんわけ、デッキにそれちょうだいっつってもらった後にデッキに組み込んでチェーン和睦を発動して蹂躙するっていうカードゲームはやっぱマジ白熱したな当時、心の底から楽しかったもんカードゲーム、やっぱカード一番だった、カードかゲーム、カードやった気がするけど、カードやばかったな、バイスさんとずっと喧嘩しよったもん、カード取ったら俺もうマックスだったら毎回手札2枚引くやんバレーに重ねて、俺のテクニックやばくてね、うわあと歴何枚ぐらいかなーって数えるふりして2枚上のやつだけ2枚重ねる、いい引くわみたいな、シュッて引いて2枚引いとくけど、最初は、ね、広げずに相手のターンの時に広げるわけ、バレないから、そう、あとライフポイントの計算が、ライフポイントの計算で自分の引いとくのに全然引かへんみたいなやっとったな当時、ずるいことしたのいっぱい、ロケマサが一番ハマったやつ、なんなん人生でこれ一番ハマったみたいな、いやーでもやっぱ今でも忘れないのはやっぱドラクエですかね、初めてやった時、ドラクエ何ファイブ、ああ初めてファイブなの、あじゃあジョーカーやな、ジョーカーの一番初代のやつだったガルマッド、あそうっすガルマッド俺の前さやったよなガルマッドやつやったな、気持ち悪かったよなあいつバトルグランプリのが、懐かしいガルマッドなんでこのデザイン採用したんみたいな、びっくりしたもん気持ち悪すぎて、気持ちいいやろあのキャプテンクロー使って合体するやつや、懐かしいな、モンスターズはちょっと革命やったよ、革命したね、俺らは最初テリーやったよ、テリーのワンダーランド、その次イルルが出て、その次にキャラバンハートがなんか出て、その次ジョーカー、ああそうなんすね、そう全部やったもん俺、名人は一番ハマって人生で、パワープロかコロビディモダン3っていうのがあるんですけどPS4 勝った時に初めてやったゲーム、それがでも高1の冬に勝って高校卒業するまでめちゃくちゃやってたみたいな、やばい勝利で、いやオンラインですね、へえ初めてのオンラインゲームがそれですね、めちゃくちゃ面白かった、今はもやろうだお前、やっぱイライラしちゃうんですよ、あスプラトゥーンみたいな感じでイライラするね、めちゃくちゃしますよ、どんな感じ、いろんな感じやん、確かに本当に泣いたりバーンって泣いたりいやそれはないですけど、そのたまにほんまにムカついた時は机ガーン大パンドラほんまにどういう時に向かって打ち合いで負ける分に関してはもうしゃあないから、ね、ただ一瞬やっぱラグくなったりとか、逆に相手がラグいとかそういうので負けたらやっぱりめちゃくちゃイライラします、名人の感情は表に出るけど佐々木さんは逆に人生で何ハマったかあるんですか、そんなゲームしてこなかったし、でもゲーム機はめっちゃ新しいの全部買ってたんですよ、誰もやらないからソフト1個しかないんですよ、やんないんですよ、ゲームしたいってならなかった、ちょっとやったら飽きるんですよね、まあ、俺はゲームやらへんから、はい、けどなんか親が新しいゲーム機出ると買うんですよ、収集癖があるの親がで誰もやらないっていう、なんかめちゃめちゃありました、セガサターンとかドリームキャストバーチャルなんちゃらとか PC エンジンとか全部ありました、その辺すごいっすね、ポケモンとかやりました、ポケモンとかも親がとりあえず全種類買うみたいな、でなんかブルーとかも中古屋さんで買ってコロコロの特典で買えなかったみたいな、後から中古屋で買って、そんなにやんないけど覚えてます、懐かしいな、セガサターンなんかテレビチームセガサターン、あ、そう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 、懐かしい、セガサターン知らない、明治の知らない、わかんないですよ、あれ、藤岡弘ですよ、そうそうそう、懐かしい、セガサターンは友達が戻って唯一これ名作だと思うのトバル2
ほぼビビるぐらい目下げたもんね。確かに。こんなものゲームあるんやと思って。何のゲームですか？格闘。格闘はストーリーみたいな。進めるやつがある。結構むずい。めっちゃむずいそれ。トマルって懐かしい。やりたいな、また。あのガチャガチャじゃない、ゲームセンターみたいな感じのコントローラー、ね。はい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 。セガサターンズ。セガサターンズってやっぱソニックか。一番有名どころは。ソニックは知ってますね、懐かしいな。友達で、なんでこいつこのゲーム持っとんやろっていうゲームしか持ってへんと思ってん人。メジャーどころ一つは持ってんのに、良い効率のゲーム見つけたなっていう、特に俺がビビったゲーム、代表作が、ハーミン・ホッパーハイドっていうゲーム。何それ全然言わない。マジで、もう伝説の名作なんだよ、俺の中で。ハーミン・ホッパーハイドっていう、主人公が落下的な悪化のやつで、これでペットみたいなのを集めていって、マリオみたいな感じだよ、ちょっと若干。ドラゴンとか。アクション RPG。3種類ぐらいペットが俺。結構おもろかったけど、あれ。すごいよ、あのゲーム。ハマったもん、俺、普通に。ハーミン・ホッパーハイドにハマりついて、それ目当てで卒業取ったもん、普通に。いまだに思う、あいつ、なんであのゲーム買ったよ。でも俺とマジさん多分いろんなこと経験しようけど覚えとる量が違いすぎてマジでほぼ何も覚えてない覚えてへんもんハーミンホッパーハイドハーミンホッパーハイドって響きおもろい調べてほしいもんハーミンホッパーハイドやってほしいマジであれプレイステーションのゲームやけどおもろいな普通に懐かしいなあれロックマン03の通販のやつがあって結構むずいわ言っても子供でも最後はいるんやけど一番最後のボスがシグマねおなじみのボスがおるんやけどシグマがめっちゃずるいそいつ小学生の時になんでこんなゲーム作ったんやろと思って最後までは普通にいけるわけこれこうと思ってでも最後のシグマ今日こうゲーム画面の中にロックマンがあってシグマおるやんかシグマ大きさこれぐらいやんで天井ここぐらいでシグマこれで顔の大きさがこれぐらいやんシグマいやマジで最後マジででシグマ攻撃判定顔しかないんだからめっちゃ無理やんかこいつ攻撃当たらんみたいだから ほんまに俺もロックマンを最大評価してなんか HP 回復すぎるアイテムとかも満タンにして、まあ タンクね、タンク満タンにしてもう何回も何回も満を持していくんやけどシグマの HP 4分の1も削れんやん顔が小さすぎて俺マジでこれどうやって倒すやろと思って大人やって調べたんやけどそしたらノーダメージ倒しちゃったんですよシグマうまくかそうこういうパターンを呼んでちょっとずつ与えていくそうでも大人やってみたらあれシグマこいつ弱くないかって思った俺は子供の時はマジで強く見えるシグマバケモンやった俺めっちゃ腹立ってたもんあいつ毎回あの顔見るたびになんかアーマーみたいなの身につけてなずるいやん動画の間でも顔こんなんで懐かしいなあのゲームファイアーエンブレムな親戚のおっちゃんがゲーム好きで持ってきたゲームの中に数杯持ってきていっぱい20本ぐらい持ってきて一つだけタイトルのラベルのシールが剥がれたゲームがあって何か分からないそうこれ何やねんみたいなお前さんの恐る恐るやってみたらそれがファイアーエンブレムやってもうあんな小学生がやらへんゲームやどう考えてもめちゃくちゃ暗黒な感じがかかってたの紋章を名乗ってこれ何やこれみたいなわけ分からんってやって俺でもやっとうちにちょっとずつ面白かったけど子供がやったらまあむずいやんむずい仲間死にまくるもんそう仲間死んで帰ってこないゲームやからどんどん仲間減っていくわけで第1章第2章が分かれとって俺ら第1章すらクリアできなかったけど第1章の一発目に主人公のマルスっていうスマブラ出てくるマルスの付き人みたいなやつがおるジェイガンっていうジジイがおってこいつ初期パラメータ異常に強い子供からしたらなんでこいつこんな強いんやみたいなそいつ職業を一人だけクラス戦士の上級職やんそいつだけで子供からしたらそいつが強すぎてそいつばっか使ってまいやんかでもそいつばっか使ったら絶対勝てへんやんって言ったでもそいつ強すぎるがあまりにレベルもなかなか上がれへんし成長率も低いから絶対使っちゃダメだけないでも子供やったら分からへんからそればっか使っとって一生くれていいのファイアンブレム最後行ったことないもんファイアンブレム今ね覚えてるけどその当時俺小学生の時やったって光らないオグマっていうキャラを育てすぎてオグマって第2章で入ってる傭兵団の頭マジバーツサジっていうやつが入ってきて山賊みたいなやつそれの傭兵団の頭がオグマっていう傭兵で最強キャラの人やん完全にかっこいいし強いしみたいな超万能キャラみたいなそれじゃそれとって結局それでも詰まるっていう そいつ以外が弱すぎて最後の一番ラストらへんでマルスが進化しますみたいなイベントがあるときにマルスのレベル全く上げてなくてレベル3ぐらいのマルスやってるでマルスが死んだゲームオーバーやのにマルスのレベル上げてなかったから俺どうしようと思ってコマンドで救出コマンドとかがあってマルスを救出してマルスを所持した状態でオグマが城まで突っ切るっていう救出したらスピード落ちるわけオグマのレベル俺マックスなんやクラスチェンジして勇者になって勇者のレベルマックスなんやけどさすがのオグマといえども敵の総攻撃をスピードヘッダーで食らったら死ぬわけだからもう何回やってもクリアにマルスが足止まりすぎて完全に詰んで終わるっていう懐かしいなあれ今やったら余裕でクリアできないけど当時はマルス片くらいに育てんかったから俺嫌いやったからマルス俺主人公嫌いやから絶対伝えたい主人公めっちゃ嫌いやあと懐かしい思い出したやつあった遊戯王カプセルモンスターズっていうあれはもう名作やプレイステーションの育成の遊戯王のやつあってん大体カードゲームってそういうゲーム系しか失敗しないですか伝えてる一つハーミンホッパーハイド持ったやつが持っとったゲームで遊戯王のよく分からない育成ゲームあってんで卵から育てていってどんどん育てると進化していくみたいな俺ら子供だから何も分からずに育てるやんか根本的に弱い進化しかならないデジモンで言ったらグレーモンにはなるけどメタルグレーモンにはならへん俺が一回もう名前でふざけて適当にブワーって押して名前つってその当時の名前覚えてるけどジズブオーってやつやっていやお前サボってるいや当時なんかそのランダムに名前書いたらジズブオーってやつができてジズブオー育てとったんやけど
そしたら実物を死ぬほどえげんの進化して誰なんかあれ覚えなドラゴンみたいなやって実物王が今思い出してそれ実物王実物王って名前で作ったから多分俺の友達だったら忘れたやろその本人すら持っとった所持者もまあでもあの時が一番ゲーム面白かったゲームだしめっちゃ撮った楽しかったモンスターハーム2とかモンスターハーム2クソムズモンスターハーム知っと見たことモンスターハーム CD 入れてそうめっちゃやってた僕2っすか1っすかいや1まあ1か1も僕やってたんですけどいや2もやったわけどなんか2あんま面白くないっつってやめたんですよ2がめっちゃムズいんですよ。で、しかもあれなんか好きなモンスター育てるといいんですけど、モンスターハーム2の攻略も買うんですよ。めっちゃ分厚いんですよ。こんなんなんです。で、いろんなモンスター乗ってるんですけど、根本かっこいいモンスター、大会に勝たないと、条件満たさないと、育てられないんですよ。一生育てれないんですよ、俺が好きなモンスター。ずっとこういう動きながら、いつかジョーカー育てようとか、いつかドラゴン育てようとか、いつかグジラ育てようみたいな、誰一人育てて終わったもんな。ずっと同じやつ。いや、ほんま無理やったもん。懐かしいな。あれ、すごいシステムですよね。CD 入れて、CD ごとに違うみたいな。相川七瀬の変な CD やったら、結構すっげえ強いモンスター出てくるんですよ。へぇー。それだけ僕、めちゃめちゃ自慢しましたよ、ね。この相川七瀬の CD、マジヤバいあるんすよね。あるっすあるっす。いきなりよく分からへんやつが火吹くみたいな。テレビゲームのやつでもいいし CD でもいいし昔のだからなんでもいいんすか。そうそうそう。よし行くぞの俺は東京行くだろ。そう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 。とかでも俺借りてきて片っぽしかあれ片っぽしかないそうそうそう。あれすごいシステムっすよね。家に100万円ぐらい集めて順番やってって出てくるものは能力も変わるわけ見た目も全部変わるわけ。すごい。こんなゲームあったんだよ。あれ画期的よな。画期的だった。すごかったよ。めっちゃ流行っとったもん。でもさモンスターハムもちょっとデジモンと似たら失敗したよ。アニメだから当時モンスターハムだって家のテレビにモンスターハムのシール貼っとった覚えとる。懐かしいよね。今そういうワクワクするゲームはほんま少ないやん。まあ大人だったっていうのもあるやろうし新規開発みたいな多分あんまできてへんだろ今って。ドカポン続編とかさほんまにドカポン欲しいな。いやマジで欲しい。金払うから作ってほしいレベルですよね。高木さんドカポン知ってます？分かんない。人生ゲームの戦えるバージョンキューブでもプレイしてもスーファミあります。へー。スーファミからある？ありました。知る人ぞ知るみたいな。知る人ぞ知るのにみんな知ってるじゃん。めっちゃおもろいですよ本当に。ドカポン神って戦闘があると思ってたんだよね。戦闘もじゃんけんみたいですよ確かに。要はプレイヤー同士で戦えるんで例えばモヤキさんと俺が戦闘するたったら相手のも奪えるんですストーリーを奪える。結構長いんですよボリュームもストーリーが8章とかありましたね。桃鉄みたいに結構ずっとやれる。そうそうそう。企画思いついた。1日子供に帰ってゲームだけしていい日24時間ゲーム企画24時間ゲームしていいよっていう日を作ろう。最高っすね。俺のために24時間ゲーム逆にし続けなあかんって逆にいやできますよ俺。逆に寝たらかん。寝たら罰ゲーム。罰ゲーム全員っす24時間。うわー佐々木さん持ってよ。何やろうかなでも全然いけるよ。いやいける。4人プレイやつやろう。やりたいっすね。FF クリスタルクリニクルはいいしドカポンもどっちかやな。ドカポンマジやりたい。ドカポン絶対24時間で終わらんもん。でも24時間いくんじゃんあれ。別名のラインやな。何時間なれる収録低いじゃん。生放送のレベルなんだよ。仲間としたのが入れる。編集がもうやばいでことになる。でもやっぱ基本的に思うんですけど4人でゲームやるってなったら仲良くワイワイやるよりバチバチにやり合ったら絶対面白いですよ。それは遠慮なしだからワイワイやる系ってあんまり正直向いてないですよ。バチバチにやっぱ落とし合いの方が面白いですもんね。メタストーンおもろかったな。めっちゃやったもんメタストーン。あの時やろ休止期間中な炎上した時にあそこから出る休止の時に名人の手袋始まったから急に帰ってたら一人取ったっていう。じゃあちょっと第2陣頼みますか。まだいけるでしょ。佐々木さん行きます。とりあえずいいですか。いやまあでもロケマスは結構今今日はもう男見せてるんで逆に行かないとだってね逆にねロケマスは舐めてることになっちゃう、はい、そうですね一番高いのはどれですか。じゃあそれを4 よっ、はい、あとはおすすめありますか。じゃあ5点盛りわぁいいですね。してくださいタレで、はい、あと炭塩うわぁいくなぁ3うわぁここからこんな行く上民に行くなぁ。第2班って言っても結構それでお腹いっぱいの第2班ですよ。でも佐々木さんはまだ言っても腹2分ぐらいなんでもしかして腹2分ぐらいどうやってんの体の中長芋キムチもあとトウモロコシ2つシシトウ1つエビ2つであと韓国海苔2つ馬刺し1 以上で。いやでも太っ腹やなロケマさんも。確かにまあ最近ハブリンでねメイジさんお金の使い道ある。いやー俺メイジ欲しいもんは正直ないっすね。小さいものとかやったらあるかもしれないですけどそのでっかくて何十万とかのものはないっすね。どうしますか。めっちゃあるんですけど金額によりますね。高いもので欲しいものあるし、まあ、安いものでも欲しいものあるみたいな。高いものなんなの。多分前言ったんですけどまあ動画にはなってないですけどバイクのホイール。ああバイクのホイールもしてすごいな。まだ遊戯王みたいなもんでやっぱりプレネがついてるんで昔なんで。まあそのぐらいですかね。安いものに対してアクセサリーとか俺は全然そういうアクセサリーほんま
好きやもん。アクセサリー確かに好きやもん。やたらピアスとかネックレスとか。まあでも基本的に気に入ったんですよ、つけないで。ブレザーせえへん。まあそうっすね。これでも毎日買ってもらったりする。え、何？炎上中にハワイの。ああ、エルメスのエルメスなんや。そうっすよ。で、このティファニーの指輪が関西ハワイで買ってもらったり。そうです。なんだかもう2年ぐらい。結構ちゃん使ったやん。使ってますよ。名刺も時計つけとこうかな。そうっす。最近ピンったやっぱ名刺。そうっすね、やっぱかっこいい。もうかっこいいな。前さんも最近時計つけてます。影響されて。もう影響されました。スピーカーとか、メディアのロケマスターとかやってくれたわけ。企画で。なくしたやつもう一回。だからさすがにつけない。まずいなと思って。確かに。一回なくしてるからな、前さん。でもやっぱ、ないよな、欲しいもん。少ないな。ヒカルさんとかも金で買えないようなものが欲しいって感じですよね。確かにそうかも。でも金で買えるもん、買おうと思ったら買えるもん。そう、大半とか。でもやっぱり、ここ最近で、ね、楽しかったなって思うのは、ネクステル撮影も楽しかったけど、ボートレースはやっぱ楽しかったな。楽しかった。楽しい。やっぱ、かけて、走るまでもいいじゃないですか。剣を買って、うん、で走る時ももちろん楽しいですし、酔っ払いのボートレース大好き、酔っ払いって感じ。買った時にはね、やっぱもうどんちゃん騒ぎですよ。見たかったけどね、明治のどんちゃん騒ぎ。明治のどんちゃん騒ぎ見てみたいな。想像つかない、明治どんちゃん。あのやったーを超えるってことだろ。超えるのだって200万とかそんねん。まあ、いや、えぐいでしょ、200万なんて。いやギャンブルしててカジノ行きてえわ俺。ベルギーでやった時楽しかったけど、掛け金に制限があったから心の底から振り切ってなかったの。もうちょっと行かせてくれよって。1回にあれ何万かしか掛けれない。100ユーロ、だから100ユーロってことは1万3000ぐらいしか掛けれないですね。だから俺本番は一発10万20万掛けなかったわけ。それもネクステの海外旅行編みたいな、これ以上やりたいな、企画として。いや行きましょう、これでカジノ撮影許可ガチガチで掛けましょう。最低1000万から1億は掛けるで。これも1億1000万から1億幅がいやいや、それだからもう大きいになったらそういうことよ。でも1年に1回あるかないかのあれやもん。そもそもいつ死ぬか分からへんっていうので生きとうから、もしかしたら来年死んでもらうかもしれないんだったら持っとっても一緒やから、お金ないんで。そこで行くっていう、一緒か勝つ勝つから結局。俺勝つの勝つ自信ある。それやばいよ、わけわからん。ドライバーにもお金配ってましたから。そうだそうだ、チップで。そうだ、全然知らん。もうなんか一言も喋ってない。そう、クルーでもないドライバーにもあれでギャラもらってるからね、ちゃんと。だってなんかベルギー行った時って僕まだこの会社に入ってないから、1日いくらとかでギャラでついてるから、ね、はい、で僕それを後から請求でもらうんですけど、行く時自分のお金3万円ぐらいかな両替してたんですよ、はい、帰ってきたら5万円ぐらいになってました。え、どういうこと。いや海外行きたいな、絶対おもろいわ。でも日本のギャンブルでもおもろいやん。俺オートレースもう一回行きたいし、ボートレースも行きたいし、競馬も行きたいし、競馬行きたいな、競輪もやってみたいし、全部やってみたい。最高じゃん、心が楽しい。パチンコとかスロットとかはあんまり俺正直楽しさ分かんないですけど、ボートレースとかは本当楽しいと思います。スロットとかは決まっとんやん、金額が。どんなにかけても20万とか、パチンコで40万30万頑張って賭け金も一緒やん。まあ演出がおもろかったりとかするぐらい。ボートレースとかは違うやん、賭けた金額によって返ってくる金額が変わってくるってやばい。これが本場のギャンブル。だからパチンコとかスロットって結局メダルゲームや、所詮は。ちょっと高いメダルゲームやんか。いやもう本物のギャンブルって感じするんだよ、ボートレースとか。あっち系はベッドした分だけ帰ってくるって、やっぱ本物のギャンブルだ。いや週1は行きたいな、ギャンブル。多すぎやろ。いやそれ行かしてくれよ。だから俺は週1ギャンブル行けたら週1で休みだもん。それは休日みたいな。そう、休日ギャンブルで大体100万ぐらい売ってるもん、ね。これは賭けんなってギャンブルって言わへん。でもギャンブルで1000万単位でかけた時に大勝利収めてへんからこそっていうのがあると思う。1回1000万かけた時のバクガチ来たらヤバくない？それこそほんまドンジャン騒ぎやん。マジでマジ。俺前満州券2倍出したやんか、2回連続で。あれ仮に1000万で平均で割っとったとして考えてんの、あそこの一撃3000万とかやん。2回連続3000万貸しとかやばい。そうなった後の帰りとか多分どうやったやんそれも。マクシーの運転手に金配ってるっすよ多分。多分ね、そんなに誕生日やってって言うやろ。だから10月30日にボートレース行きましょう。31からみんな自分の誕生日の近くにボートレース入れるっていう。何してかねこの日ボートレース撮影を入れといてください。ゴルフやりたいな、もう一回。ボウリングとかゴルフとか運動系やりたいな。おもろかったな、うん、ゴルフマジおもろかった。誰が勝つか分からんからマジで。ゴルフだって俺とさんもさちょっとさ満身創痍やったやんか。完全に腕でやりたいもう一回。次もっと回りたい。ちゃんとフルで自分のレースとしてやったら面白そう。確かに。でもあのゴルフの動画ってゴルフやっとう人から評判めっちゃ良かったよ。おもろかったらしいやん。そう、だからみんな上手い人がやっぱゴルフ動画ってあげるやん。あれどうしようとかあげるやん。確かに。逆におもろいらしい。そんな
みなホームレスおらへん。やばって止まるところ第2陣行きますすごいで、やっぱ牛タンって無限に食えますよね。ロケバト強いよほんまに。タン何か食えるんですよね。タンの量異常だったからね、マジで。絶望のチームやったから初めて俺と名人が大食いで食った時やろ。あーそうそうっすね、最初最後で。そう、はい、あれ食んなあかんチームやだいぶ離れてましたね、5、6人前あれをだから成立させようと思ったら佐々木さんが加入してほぼフルで使わへんと無理やと思う。佐々木さんフルで使ったらどうなるかちょっと見つつやもん。フル出場はやばいな。バスケット外国人みたいな。もう長芋がある時に山芋より長いなんか言うのに何おもろかったよ。さっきは何おもろかった。いや、なんでそんなことがおっとしたらヒカルさんの皿の上落ちちゃったんですよ。気づいてなくて笑っちゃいましたね。おもんなおもんなすぎやお願いします。特製ブロースでございます。やばでかいの来たな。特製やばいっすね。あ、めっちゃうまそう。これよこれよこれ。トウモロコシ無限にいけるもんな。トウモロコシ大食いあるじゃないですか。どうでかすと思うよ。でも歯に挟まれそう。取り方しと歯に詰まったトウモロコシの一発で取る方法。詰まるやつはなしで。なし。あんねんそれ。佐々木さんの前さんには一回披露したけど。披露したちょっとビビったでしょ。おいしいな。プライベートで焼き肉行った時にやってた。うわ、すごいこれ。黒っ。結構触れと黒すぎやろ。うまっ。トウモロコシやっぱ最強やな。じゃあこれいきます。特選リブやば。油がすごい。うわ、5割油じゃないですか。すごっ。この店で一番高い。お待たせしました。特選リブ。え、これね。特選リブ4人前。まだこれで2人やった。2人前。お、2人前の量いく。そうね、そうだから体で俺も食えないですよ。え？限界の。どうかね。うまいっすね、やっぱ。じゃあメニュー行きましょう。そうするとさ、今から大学に行こうもできるんですよね。行けますよ。行きたい。いや、一個の憧れやってんの、俺昔からの。普通に大学って同じように通えるんですよ。はい。加藤茶さん、60ぐらいで行ってました。加藤茶さん。誰ですか？誰加藤茶知らんの？お茶さん。え？志村けんさん。あと LINE しとくわ。やばない。え、お茶っすか？お茶ってなんのか。やばない。加藤茶知らんの？知らん、知らん。え、加藤茶。あ、加藤茶。あ、加藤お茶って書いてましたね。それでも分かるよ。それでも分かるよ。え、加藤お茶が本名だ。そうやね。どうなんの加藤茶や。あ、そうなんすね。え、やばいな。やばいな、知らんのや。いやいや、これ年齢とかの問題じゃない。ブーさん知らん。え、ブーさん。ブーさん。誰ですか？知ってるやろ。え、ブーさん。相性で言われても。え、高木ブーさん。知らないっすよ。え、誰ですか？高木ブーさん。知らないっすよ。やば。いや、志村けんさんは知ってます。高木ブーさん。世代間ギャップとかに泣きやすいで、これはもう。いや、ジェネギャですよ、やっぱり。うっそやろ。知らないな。飛びます、飛びます、知らんの。飛びます、飛びます。手ごまさしてますよ。手ごまする目にしたと飛び出すと思います。なんか聞いたことあります。多分名前言われればあーってなります。全然知らないです。ジローさんそれ。ジローさんっていう人もなかなかいない。高木ブーさん知らないって結構。いや多分今の21歳は知らないですよ。知らんのか今の人。21歳ってそんな感じない。恐ろしいことになるな。そう考えたらだって俺の娘とかもスマップとか知らずに。ワンちゃんイチローさん知らずに。マジでそうやな。かわいそうっすね。イチロー知らずにな。マネスシって生きるわけやな。かわいそうじゃない。一応知らずに名人マイス知っとるやばい。でもちなみにそのネクステの中で俺の娘が知っとるのはヒカルと名人だけやら。なんで俺もいやでも会ったことないから多分あれじゃないですか。いやでも物心ついてから会ってないもん。会ってないな。名人にも会ってない。そうなんだ。名人のこと何て言ってんの。名人、名人。なんて言うんですか。名人おもろいな。それは言わないですけど。不良あ、名人。すごい時代が来るな。前園先生だって大きくなった頃にもう俺は40とか50やろ。そうやな。もう15年後やろ。46これやばいな。じゃあロケの方も30やん。
ぐらい。うわ、想像できない。YouTube どうなっとんやろ、マジ。道やな、そこに関しては。何しとうか分からへんな、俺ら。YouTube やめていく人もおるやろな、ほんまに。応募するとか別のことしたいんで。人生一度きりやからな。YouTube しとったら絶対他のことできんの。YouTube もそんなことできる職業ってあんま多分ないと思うよ。企画によって変わるわけやん。ボートレースしても OK やからな。何でも動画にしたらコンテンツになって、すごいと思うけど。世の中のほとんどの人は動画撮らずに、普通にボートレースに何百万かけとっておるわけ。俺ら動画にできるから、負けても通したってならんやろな。ワンピースもあと4年5年で終わるらしいな。いやでも4年5年も続くんすね。いやでも寂しいけどな、俺は終わったら。じゃあ4年後キングダムが終わっとる。やばい、もう見るのなくなっちゃいますよね。まあもちろん呼んでいくけど、なんかキングダム終わるマジ寂しいな俺は。でもなんかドラゴンボールが終わった時にすぐワンピース出てきちゃうわけや。そのワンピースが終わる間際のタイミングでなんかそのワンピース並みのそういう漫画出てくる可能性もあるわけ。鬼滅はバーンってきたけど終わるの早かったもんな。そうなんですよ、ね、あれが通常ってやばかったよな。逆に要はあそこで終われたなって思うけど、作者の人もああいうのって長引かせるやん。何も書いてもだって売れるわけやから。確かにそれ途中でやめるだっていうのすごいな。名人さんだけさ、ワンピースやばいってなんか俺ら話したわけ。読みたくならへん。うん、ならないっすもう追いつけないっすよね。いや、一巻から追いついて漫画読むのも苦手ですし。おるじゃん、漫画読めへん人。アニメとかでもあるね。アニメでもギリですね。ただ多分途中で見なくなりますね。漫画嫌いな人ってほんまおるよ。文字読むことが嫌いみたいな。ああ、いますね。今日もまた漫画のことも新しい漫画を。やばい、まあ、異世界転生やけど最近読んだやつで。ああ、ちょ、俺知りたいんすよね。俺最近異世界転生マジでハマってて。待って、なんかいつ漫画にハマっとるの。異世界転生で今俺が読んだやつは神たちに拾われた男っていう。知らない。逆にこれちょっとビビるけどな、名人が。あ、俺知ってます。絶対知らない。なんでワンピース読まない。なんでそれ知っとんねんみたいな。ダダイがもう自分とか置いてないから食べない。僕は最後みんながお腹いっぱいになったらあと全部一人世界伝説確かにめっちゃオススメするやつあんまないかもな。銀河英雄伝説はこれオススメやけど喜ばさ。銀河英雄伝説面白いし、絵も簡単に言ったら天才 VS 天才みたいな。あー、おもろそう。歴史に残る上昇のラインハルトっていうイケメンの主人公ってバンクタンのやつと VS 魔術師ヤン・ウェンリーっていう無敗の男上昇 VS 無敗みたいなやつで、生まれも育ちも違うわけで、別々のところに生まれて、ラインハルトはもうほんまにエリート街道まっしぐらい、ヤン・ウェンリーはもう不遇の天才なんやけどあんまり恵まれへんかったみたいなやつが激突するみたいな。結構長いでしょ。何で戦うの。戦略的な感じや。戦みたいな。あれは結構名作やん。若干デスノーとかあるよな、ライトとエルム。ああ、確かに。ああ、面白いなそれ絶対。でも読んだことないやったらほんまにベルセルクとか読んでほしいけどな。ああ、確かにベルセルクは絶対うめえじゃん。ベルセルク、ベルセルクはもうめっちゃおもろい。うん、分かってんやん。ベルセルクは俺が好きなキャラクターランキングトップ5におるやつが一人おる。グリフィスっていう俺が好きなキャラが出てくる。なんか聞いたことあるな。なんかいろんなとこ聞いたことあるな。まあこれをまずして男を名乗れへんで。そんなにっすか。そう、グリフィス知らんやったらもうバイクにまたかったから。グリフィスはもう白馬の王やからな。高野さん、ベルセルクは絶対おもろい。どういう物語か聞いた瞬間に読みたくなった。いや、教えてくださいよ。ベルセルクっていうのはダークファンタジーみたいな感じだ。バケモンが出てきたりとかする世界だけど、主人公はガッツっていう強くて無口やけど非常に熱い王道系のやつで、孤児で傭兵団に昔拾われて育てられて、育ての親を殺して一人旅に取ったみたいな。でそこで出会ったのが高野団っていうグリフィスっていう俺が大好きなキャラの超イケメン美少年、金髪のイケメンでめっちゃ強くて頭もいいみたいな完璧なやつ率いる高野団出会うわけで、そこの段でグリフィスと意気投合して、主人公は高野団の切り込み隊長になるわけ。2番手になるわけ。グリフィスの次みたいな。一番強いし。で、ガッツが入ってから、高野団っていうのは連戦連勝。戦するために勝っていくみたいな。で、どんどん大きくなってるわけ。もう負けなしみたいな。強すぎるってなって、国が認めるレベルまで来るわけ。我が国の英雄だみたいな感じになって、この辺ぐらいで、主人公がそろそろ高野団抜けようと思うみたいな。独立して自分でやっていこうみたいな。そこでグリフィスはやっぱ言うわけよ。いや、残ってほしい。ガッツは出ていくみたいな。で、出ていくわけ。出ていったあたりから、グリフィスが、まあ、それでも勝ち続けるんやけど、グリフィスって野心家やから、王族になろうとするわけ。要は国家一つ乗っ取ろうとするわけ。王の娘に手を出すわけ。夜中にベッドに潜り込んで、で女の子はグリフィスがもうイケメンで完璧やから惚れるわけ。で、夜な夜な奪い取ろうとするんやけど、それがバレるわけ、王様に。で、王様は激怒するわけ。お前みたいな花の久人が娘をみたいな感じで激怒して、グリフィスを牢屋に閉じ込められる。で、牢屋に閉じ込もってから、高野団はグリフィス消えてガッツもれへんわけやから、負けに負け続けて、どんどん追い詰められていくわけで、グリフィスの団はもう終わったみたいな。で、その頃、グリフィスは王様に捕らえられて、地下で拷問を受けろ。めちゃくちゃ気持ち悪いように爪剥がれたりとかして、もう拷問を受けろ。その知らせを聞いたガッツは、グリフィス救出に向かおうみたいな。で、向かうわけよ。向かって、グリフィスのところもたどり着くわけ。なんとかして。たどり着いたら、グリフィスは、最初もう超美少年でイケメンやったのが、全身の皮剥がれて、顔も見れへんねん。言うたら、剣とかも切られて、足の剣とか手の剣とかも切られて、もう立てへんし、声も出へんねん。舌も切られとか。みたいな状態で発見されるわけ、グリフィスは。で、みんなでもグリフィスは希望の星やったから、それでも治るもんやと思って、救出して逃げるわけ。でもグリフィスはもう治らへんわけ。もう元に戻れへんわけ。もう最強やったグリフィスはもう帰ってこんねん。その時に、さっき言ったダークファンタジーやから、闇の力みたいなのがあるわけ。その世界に。で、グリフィスは選ばれし人
間だ。一番力を持ってるゴッドハンドっていう闇の力を持った4人組のやつに選ばれた人間でグリフィスは実は。それで最後で最後にグリフィスがベヘリットっていう魔術があるアイテムを所持しとってずっと。それが目が開いてグリフィスに問いかけるわけよ。捧げるかどうかみたいな。捧げるって何かしたら今までお前が手に入れてきたこの鷹の段全てを捧げるかみたいに言われるグリフィス。でグリフィスは悩んだ挙句もうほぼほぼ声出へん感じで捧げるって言った瞬間に一気にもう闇の力がバーンいってグリフィスは転生するわけよ。でそれでグリフィスがおった鷹の段が全部闇に飲まれて完全崩壊。ガッツは言われるんですか。ガッツは目の前で自分の彼女をグリフィスに侵されるわけ。それグリフィスはもう全部悪に行くわけ。そっか味方やったところから一個のきっかけで悪になってゴッドハンドっていうのを転生してめっちゃ強くなるわけ。しかも元の姿手に入れてさらに強くなってみたいな帰ってくるみたいな、うん、でそのグリフィスに対しての復讐の物語が始まるっていう。こっから始まるやん。そう、それが始まりやん。それが始まりやん。そうだからそこまでのやつはある種第ゼロ章みたいな。やばそこまでがめっちゃおもろい。そう、そこまでがでもおもろいんやけど、そっからガッツがグリフィスを復讐で倒す感じになるわけです。すごい。グリフィスはかっこいいな、ほんまに。ソウルは重厚やほんまに。いや、もう出てるんですか。出てる。今でもちょっとスピード遅かったから、正直面白いのは20巻ぐらいまでと。だって俺グリフィスが好きすぎて株式会社グリフィスにしようと思ったぐらいなの。え？自分の会社。自分の会社。でプラスベルセーク出てくるキャラでもう一人俺好きなやつがおって、ノスフェラトゥゾットっていう名前のやつがおって、ノスフェラトゥって不死者って意味やけど、不死者ゾットってやつがおって、それグリフィスの最終的に部下になるやけど、めっちゃかっこいいし強い。そいつが好きすぎて、俺昔19とかの時に会社の名前ノスフェラトゥグリフィスにしようと思った。いやこれマジや株式会社ノスフェラトゥグリフィスにしようと思って、でもさすがにちょっとこれ生きりすぎとはなと思ってやめたってぐらい好きなキャラ。好きなキャラはハンマユージロ、ドフラミンゴ、グリフィス、ディオとか、まあ、でも好きやけど、バクチとかイングダムの感じね。帰ったら読むしかないですね。俺だってもうベルセルク5、6回運動で全部だ。そんなに読む価値あるもんね。おもろいで、ほんまに。あとめっちゃ最初おもろいで言ったらヒガン島やろな。ああ。ヒガン島の最初の入りも面白いのやばい。ヒガン島ってのは、ヒガン島っていうのは吸血鬼の島に兄貴を救出、なんか兄が行方不明だな、例えば前さんが行方不明になりましたみたいな。でどこ行ったか分からんみたいな。でなんかとある島に行ったみたいな。何年も行方不明のまま本土では俺になったら仕方ないみたいなだけど、その本土にとある謎の女の子がいて、お兄さんは島にいるみたいな、来てくれたら助けることができるみたいな。でその島には吸血鬼が2人いるみたいな。その吸血鬼を倒せば兄は解放されるみたいな。言って武器とかを持って主人公の友達行くわけ、6人ぐらい。島使うと彼岸島っていうとこ着いた瞬間村人全員吸血鬼やってだから2匹って取ったのが全員吸血鬼だ。全員。しかも吸血鬼って能力があって、常人の腕力が3倍で噛めば相手を麻痺させることができるから、すごい能力だった。だから絶望的な状況に行って、吸血鬼は人間の血を吸わなきゃいけないから、人間を監禁して椅子に貼り付けにして、排泄物だけ出させて天敵かなんかで栄養を送り込んで血を吸うためだけのやつにして変わるわけ、人間が吸血鬼。そういう島やで。そこで絶望の状況から逃げ出すっていう物語。やば。これはもう最初の10巻ぐらいの面白さはもう結構神や、神的な。そんなおもろいんすか。マジでめっちゃおもろい。彼岸島がマジで序盤の面白さはめっちゃ怖いじゃない最初。ちょっとエロくてグロくてみたいな、もうちょっとある。高橋さん読んだことない。これはねおすすめの。めっちゃ読んだことない。ただめっちゃ試合が続いてるわけ。彼岸島ってシリーズが4作目ぐらいあって。そうなんすか。長いな。彼岸島から彼岸島次48日後彼岸島なんちゃらなんちゃらみたいなって、めちゃくちゃ何段も続いとって、最終今ギャグ漫画って言われてます。最初めっちゃシリアスな空気だったけど、どん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 わけわかんない展開が起こるんです。ヒガン島における最強の武器って丸太なんですよ。それで意味わかんないじゃないですか。確かに。丸太にね、もっとありそうな。そうなんですよ。丸太が一番強いんですよ。だからなんかわけわかんない展開が起きすぎてあげく、今もギャグ漫画として扱われてるっていう。今もヤンマーで連載されてるんですけど、まあちょっとしんどいですよね。ガンツとかと一緒じゃない？ガンツなんか序盤やん。序盤もなかったな。俺ガンツよりヒガン島の方が引っ込まれた。想像したらやばい、あの状況。あんなドッキリやったらやばい。マジで死ぬ。規模がでかすぎて。兄貴どうですか？吸血鬼。いや兄貴一人。あ、生きてるんですね。そっからいろいろあるわけ。実は島にはレジスタンスって言われる吸血鬼を倒そうとする人間組織もあったりするわけ。でいろんなことがあって、吸血鬼の王がミヤビって言うけど、そいつも強いな。ベルセルクより最初はおもろいです。あ、確かに。引き込まれる。あとホーリーランドも最初おもろかったな、めっちゃ。おもろい。ボクシング。そう。一瞬見たことありますね。名人で俺ドリームス呼んでほしいけどな。野球漫画ドリームス。天才栗武っていう。栗武っていう主人公で、分かりやすく言うと、もう英才教育を昔受けてきた天才少年を追って、父親から虐待家のようにすごいトレーニングを積まされたやつを追って、そいつがとある高校に行って、野球部を牛耳っていくみたいな話だけど、そいつがマジで野球漫画。何さしても天才的に言うみたいな。全打席ホームランみたいな。打ったまぐらい。いや、マジでバケモンみたいなやつが追って、最初におもろいよ。後ら辺からぐなるけど。あと、名人作ったのは砂漠の野球部じゃない。コージ・ジョークラ。砂漠に野球部を作ろうっていう。Ha ha 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 ha!
めっちゃ昔の漫画で死ぬほど古いやな。野球漫画みたいと思わへんね。アニメはメジャー見た。メジャー全部は見てないです。ワンダースは全部見ました。アニメは全部見ました。ワンダースのアニメ、はい、いつ見た。高校の時ぐらいですかね。ワンダースおもろいな。これライアーゲームの作者と同じやからな。書いたり忍先生やったら確かヒストリエめっちゃおもろい。寄生獣の作者の同じヒストリエっていうの。光の語は王道やな。俺将棋わかんないリゴエ。リゴエでも囲碁のルールわからなくて見れるじゃん。あの漫画見終わっても囲碁のルールさっぱりやん。いやマジマジマジ何にもケニプリとかと一緒やな。テニス分かれへんだよ。ケニプリじゃあの技でリアルに光のこと見終わって囲碁のルールを理解して誰もない。逆にそれぐらい見やすいの。懐かしいな。すごいよな。光のことデスノートの人やで。えそうか。絵は小畑武先生バクマン。あれほんまに面白い。バクマン光の子おすすめやけど。光の子はぶっちゃけもう俺サイが好きすぎて。主人公か。主人公は光る。光の子なんやから。それ分かるやろ。誰でも分かるよ。どういう物語か知らんねやろ。全然知らないです。ただの囲碁の物語じゃないだろ。要は光っていう主人公が物置部屋みたいなのあさっとったら囲碁のあれ見つけて囲碁に怨霊みたいな昔の怨念で囲碁をやり損ねてもっと囲碁がしたいっていう霊が集ってそれがサイっていう当時天才的に囲碁が上手かったやつね。そいつのアドバイスをもとに光は囲碁を使ってたけどそいつが強すぎるから光って何も素人の人にめっちゃ強い相手に勝ったりしない。サイの力を使って自分も囲碁が好きになっていって自分の力で囲碁をやりたくなっていくみたいな物語みたいな。でもそれと同時にそのサイがどんどん力を失っていくやん。あ、そうなんだ。テニプリもまあ多いけどテニプリは結構読んでましたよ。どこ読んだ。いや、どこまで読んでかったか記憶はあれですけどでもあのキャラクターは結構知ってます。一回だけ分かる。あ、それは分かんない。兄貴がテニスしてたんで、で兄貴がテニプリ持って俺も読んでたんで本当超昔ですよ。桃白知ってた。え桃白。桃白手塚治虫と手塚治虫。手塚治虫から治虫ってそれ誰手塚治虫。手塚治虫手塚治虫手塚が手塚治虫のドロップショット。治虫ゾーン。治虫ゾーン手の敷だ俺藤修介、あれ違う、スラメ返しないと藤の真田源一郎、懐かしいなあれ。協定 VS 立海、俺カバジ好きやったな昔。名人みたいな今まで続いてるもんね。ニビルも地味に。えそうなんすね。今新テニスの置いたもらって続いてるんです。主人公変わったの。主人公一緒。一緒なんですね。兄貴出てきたかな、越前龍馬。え龍馬、南次郎の子供って龍馬いるんだ。越前龍馬。龍馬から出てきた。無理やり感すごくない。テニプリはすごいよな、おもろいよな。でかい感すごいな。バキみたいな感じだよ、若干逆要素もあるよ。波動球とか意味わからへん。クールドライブも意味わからへん。落ちるやからテニスの球がもうついた瞬間グッて強すぎやん。あの波動球の打ち合い面白かったですね。ダッシュ波動球もう打てませんっていう。スポーツ漫画ってやっぱ一つ一つ名作ありますよね。バスケ出たスラムダンクとか。まあスラムダンク王道ですけど僕はディアボーイズ好きですね。ディアボーイズ見てたんですか。見てたっすね。藤原ね。すげえな。僕見てないっすね。ディアボーイズ呼んでなかったらもうバスケ部名乗れないし。いやいや多分世代が違うんで。いや世代じゃなくてそんなん好きやったら見とうか。俺もディアボーイズ嫌いじゃないじゃん。結構古いですから。結構古いそうなんですね。ディアボーイズってアクト4ぐらいまで来てますよ。いや僕詳しくは読んだことないっすけど。ディアボーイズ僕アクト最後まで読んでますからね。ディアボーイズもなー、でも感動したもんね。最近のバスケ部の子たちはスラムダンク読んだことないらしいですよ。まだほとんど。いや今アヒルの空で。そうそうそう。黒子のバスケ部です。あー黒子っすね。俺はありますよさすがに。スラムダンクはいいよな。メジャーですら読んだことありますからね。メジャーもなおもろいな。イメシマやっぱ最高やったな。メジャー泣いたもんな俺。どこで泣いたんすか。でもアニメの小学校のリトルリーグで、はい、あったな。ボロボロになりながら最後行くじゃないですか、はい、あそこに泣きましたね。小森ですか。コモリじゃないし。コモリじゃない。浅いな知識が。いややっぱりもう親父が死ぬとこじゃないですか一番感動ポイントは。お父さん。お父さん一番最初やね。感動ポイントないやろ別に。ロガさん漫画にないことある。いや漫画読んでてはないですけどアニメで泣いたことありますよ。俺が中学くらいの時からメリーゴが燃えるシーンがアニメだった。あの時マジヤバかったんですね。ウソップの暴挙やろ。メロンソフトを5つ。しゃあ、結構食ったな。いや結構食ったな、多分。まあでも言ってじゃないですか、ここの焼肉屋。そんな多分高くないんじゃないですか。まあそんな多分高くない。僕も今日結構、所持してきてる。まあそうっすね、2万円ぐらいは。いや、嘘っすよ。お金持ちやな。いや、まあ、もちろん持ってきたんですよ、そら。ロケモンさん、いつもどれぐらい持ち歩くの。ほんと日によるって感じですね。買い物するときは20万とか入れてますけど、通常だったらまあ5万とかじゃないですか。名人どれぐらいの。マックスで5っすね。下ろすときにもう5万下ろすんで、それがもう1万切ったら、また5万下ろすみたいな。5万しか入れてない。そうなんや。はい。
もう何も買わないんで、飲み物とか食べ物とかだけなんで、あの移動費そんないらないです。そんなもんか。でも俺ポケットだけでも結構入っとるほら生身で生身だ、近い逆のポケットまでも入っとったよ自分でも何も持っとか分かれへん。でも財布持ち歩かへんやん。そうですねリックとか持ち歩かんもん、基本何万持ち歩かんの。ほら20万ぐらい毎回20万もないだろ、15万ぐらい裸で財布持ち歩とったら100万ぐらい歩くとこない基本飯って高いよね。高い、まあそうね、ここは行ってる安い方だけど、ちょっといいとこ行ったら、3人で行ったらもうそれで10万とか行ったりするよ。ってなったらもう持っとくたら多い。ロケモさん投資の時なんか全然さ持ってへんかったもん。すごいね、10万とか持ち歩いとじゃった。いやでも俺小学生の時とかも普通に5万とか持ってました、なんかお年玉とかバーってもらうじゃないですか。だから結構貯金してたんですよ、ボックスみたいな。なんかもう本当にチョコ食べた空き缶みたいな、自分の部屋にある。いやそれはタンスの中に親がしましたんですよ、俺の手を届かないとこで。まあそこに30万ぐらい入ってたんですよ。で俺はある日それに気づいたの。なるほど、そこに入っとこうと。でそこから俺の暴走が始まって、人が来てるからもうゲオも行って、片っ端でカセット買ってみたいな。それででみんなでジョナサン集合してゲームするんですよ、友達で。もう全部俺が怒ってましたやばい、小学校の時小学校の時怒るんやん、やばいね。ゲーム怒れてやばい、ゲームを守ってましたね。それで親から、まあ、くどくるじゃないですか、俺に買ってもらったみたいな親伝いで。俺は親に怒られるんですよ小学生で奢るとかやばい。お金持ちならでは。ろくでもないクソガキしてましたね。うまそう。めっちゃ匂いするこれ。これ絶対うまい。メロンソフト。ああ、締めや。うまっ。ヒットするわこれ。トーマさんがめっちゃ好きそうなやつやな。これ緑やし。メロン好きやもん。名人どうすか。満足しました。うんうん。そっけない話だ。ああどうな。名人誕生日だったんで、こんだけ豪勢にしてもらえて。そうですね、4回目ぐらいですか。4回1回の誕生日4回ぐらい。今月の前さんのやつたち休んだ方がいいな。多分ね。いやいや休む必要ないんだよ、別に4回する必要ないけど。まあ1ヶ月1回インターバル挟んで、次俺行きますか。いやー、分かった。じゃあ、開演するか。そうっすね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、全然ですよ。まあ今日ぐらい誕生日やんね。いやー春いっぱいだ、ほんまに。何分ぐらいやんか。でも言ってもまあまあ3、4ぐらいじゃん、ぐらいと思うよ、ね、確かに。安いもんこうやって毎回やって4人で行って3分いかんぐらい。ぎゅうぎゅうですら10行ってなかったもんね。この前の10行ってへんかった。7とか、まあ、そうっすよね。まあ多分3、4ぐらいじゃん。あ、どうぞ。はい、いやいや、なんでもないですよ。安かった。そうですね、逆に思ったより安かった。高かったです。まあ、ね、言ってんじゃない、それは。まあ、言って知れてるよ。うん、まあ、まあ、知れてますよ。まあ、知れてんのかな、これ。1万6000円です。9万6000円。まあ、でも、初対面10万いってないし。名人おめでとう。おめでとう。桁は別にロケてんしな。まあまあそうっすね、ロケていけないだ。まあまあ確かに耐えた。まあ誕生日やし。まあ今日はちゃんと財布持ってきてるね。そうそうやろ。持ってきてんのやばい。いやー、ネクステの賞金1回分か。まあ誕生日はしょうがないっすね。そう考えたら賞金でかいな。一発でな、10万円行くわけやもん。恐ろしい。じゃあ10万円で今日は本当に自腹っすもんね。そうだそうだ。お願いします。いやー、食ったな今日めっちゃ。まあでも俺の誕生日の時の名人を期待しとこうかな。まあ2、30万ぐらいですかね、やっぱり。まあでも俺が10万出してってことは、やっぱり相馬さんもそれ相応のするんですかね、名人に。また絶対すごいな、どんだけ擦るんだよっていう。もう忘れてある、相馬さんなんかも、あのプレゼンのこと絶対。あー、食った、めっちゃ良かった。いや、絶対嫌っす。メジ見た。メジ笑わないっす。おもろいこっちゃいっす。前さんさん。すぎてんすよ。怒られてます。勝たないでやっぱり。
はい、ということで今回はね、ロケマスのおごりで焼肉たらふく食べるという動画でした。ありがとう、ごちそうさま。いえ、ありがとう、ごちそうさんです。ごちそうさまでした。全然、またいつでも呼んでください。じゃあ毎月これ。いや、確かに。ありがとう。またいつでも。またいつでもいいんだ。いつでも。オッケー、ありがとう。まあまあ。いいよ。怒ってくれる。もっといいとこ連れてってや。不満、不満ありがとう。ちょっと高いとこ行ってやばいと思うんで、30ぐらい行くんじゃない。それはちょっときついっすね。笹上さんがエグすぎた、ちょっと後半の。確かに。もう一回行く。はい、そんな感じでね、今度はこれで終わります。ありがとうございました。誕生日どんだけやんねんぐらいやったな、ほんま。どうして、まじ、毎日さんがそんなになくなるかもね。なくなるに、しわ寄せ来るかもしれない。やりすぎて、毎日さんとロケマスの分、しわ寄せ。俺ですか。いやー、まだ1ヶ月以上あるんだよ、俺は。もう毎日さんではもう時間ないですよ。でも2週間。2週間よ。欲しいものがないんやったら難しいやろ、こっち選ぶのも。確かに。身につけへんやろ、毎日さんもあんまり何かを。それだったら俺、最近ベッド買ったったしな。え、そうですか。そう、あ、買ってあげたんですか。100万、200万、200万、プライベートさ、動画の後一緒、動画の後あー、なってるんですか、びっくりした。何してんすか。レジなんて10万のベッド買って。そうや、100万出してもらった。200万、200万。それ誕生日プレゼントしてたんですか。誕生日プレゼント一応、外で。外で。やばやば。俺がだからその、ごねたんすか。ごねたないか。俺はそのベッドで何やったら買おうとしちゃったけど、こねてたよ。